二人の距離がすごく縮まった気持ちがした。自然に腕が組めて冷えた空見上げた時に、コンビニでお茶選んで当たり前に分け合って、君の胸にくるまれている。ずっとずっとそばにいて、大好きな君を見つめてたい。スノーフレーク君どこかで辛いことや寂しさにぶつかっても君を思うこの気持ちに正直でいると誓うよ。めげるとこで聞けよって貸してくれた CD は、君がくれた歌のラレーター。嬉しいです。今日帰っちゃいます。今日年内最後の東京のラジオライブなので、ぜひぜひ受け取っていただければ嬉しいです。あと18時からもう一回2部をするので、もしなんか暇やなじゃなくて時間があるなって方は聞きに来ていただけると嬉しいです。贈り物を探しながら、結ぶはずのない気持ちが結び合えたことの不思議感じてた。ずっとずっとそばにいて、同じ夢探す旅をし、メリクリでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。寒い中ありがとうございます。